全然効かぬぞ。じゃあどうすれば。楽しそうじゃないか。え？かわいいね。こやつ、侮っておると痛い目を見るぞ。聞かないんだったら聞くまでやればいいんだ。それとは士気を鼓舞してくれておるのか、それともただ向こう見ずか。どっちでもいいさ、行くよ。しろ、図書館の方に向かっておるぞ。行かせない。あっちにはヨナがいるんだ。ケツ洗って待ってろ。この変なんだ、まだ言うでない。もう少しだ、押せ。少しはマシな切り方を覚えたようだな。褒めてくれてありがとう。ガイネがいると100人力だね。このまま押し切るぞ。図書館の中に魔物が。ヨナ、エミル、体は大丈夫なの？こんな時に休めません。何のためにここに来たのかわからない。お前は突っ込んでろ。突っ込みません。絶対に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 突っ込んだりしません。あなたたちは僕のこの呪われた目にも意味があると教えてくれた。僕の閉じ込められた人生にも未来があると教えてくれた。まさか戦ってるのに
エミール、無理はするな。カイナ様、気をつけてくださいね。あのクソ二人を倒しましょう。そうだね。